そう、昨日菅さんの会見を自由報道協会で。そうだそうだ。やっと1年ぐらい交渉してやっと出てきましたよ。あ、1年の交渉があったんだ。もうね、他の人もそうですけども、片っ端が交渉してるんですよ。あ、やることはやってるけど、実現するっていうのはなかなか大変なんだ。そうです。大変なんですね、やっぱり、その、記者会見に1個出るのにも。でも菅さんはまあ、そういう意味では、うん、総理退任後初の記者会見なんで、あ、ね、まあ本人、冒頭始まる前に記者会見じゃないって、言ってましたけど。なんでね、なんでそういうこと言うの？そう言いたかったんじゃないですか。明らかに記者会見でしたけど。で、まあ、いずれにしろ、その、まあ、菅さんも喋ってるんですけど。一番印象残った発言って何ですか、上杉さんが。菅さんが言った中で。いや、最初会見っていうか、もう話すにしろ、せっかくチャンスだから、いろいろ福島の人とか、あるいは避難地域で、やっぱ今もなお、こうやって避難生活をしている方とか、あるいは原発ね、作業、実際に現場で作業している、東京電力の上の方じゃないですよ。に、まあ、ねぎらいの言葉か、あるいは謝罪の言葉あるかなと思ったんですよ。全くそれなくって、逆に驚きましたね。そうだね、そういうことはね。この人の周りには何にもスタッフとかついてないんだな、というと、情報が入ってないんだな、と。というのは分かっちゃうね。やっぱ一言でもそれ言った方が、僕としては、僕は総理大臣の秘書官かなんかだったら、絶対に最初言わせますけどね。そうだよね。それは、だって当たり前のことだと思うからね。やっぱ結果責任ですから、それがなかったのが、びっくりして、ね、もうほとんど質問する気もなかったんですが、うん、あ、 そう、あとは、印象だったのは、あ、あれですね。何ですか？あの、皇帝で90歳のお母さんと、はい、まあ、住んでるわけですよ、当時から。そうかそうか。で、住んでいて、うん、で、どうしようかと、うん、事故が起こった時に、はい、妻の実家の岡山の方に行かせようかと言って、うん、もう本当に普通に悩んだと言うけど、うん、確かにまあ、詩人だったらまあいい人ですけど、うん、総理大臣は、うん、1億3000万人の国民全員の、ね、まあ父親であるわけですから、うん、その場合は、今回は、親で、うん。そこを全体に思っていただければ、うん、福島の人の、例えば80キロずっと言っていた私が、うん、あの3月から、うんね、あれも、やっていただけるということはもうあったんじゃないか、どうしてそこに思いがいかなかったのかなと。そうだな、あと文科省のあれもひどいですね、誰がなぜそれを公表しなかったかってスピーディーに関してね、全くその僕昨日質問したのはそれだけだったんですよ。スピーディーの公開、それからアメリカ軍に情報を提供していたこと、はいはいはい、それから放射線汚染マップ実情分かっていた、これがなぜ公開できなかったのかというところと、それに関して総理の耳に入ったのはいつですかと、メールダウンを含めてと言ったら、いや、かなり早い段階では把握していたけど、どうのこうのって、うにゃ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 って。要するに何言ってるか分かんないの？うん、まあ、把握者だって普通だったら申し訳ございません。うん、私は犯罪者ですって言った方がいいかもしれないんですけど。うん、そうだね。もう、日本全体がそこを追求するつもりがないんですよ、ね。ないし、本人も反省、全く気持ちが、一かけらもないっていうことだね。そうですね。そういうことが出てこないっていうことはね。やっぱりそれは完全に、あの、まあ、マインドコントロールされてたんだなと。メディアに。今はなおそうですけど、あの3月に、そことこでも予言した通り、本当だよね、必ず、あのメディアは突入でパーンと、閉店の平返しで、自分たちが加害者でもあるか、共犯者であるもかかわらず、共犯者たちを叩きますよって言ったら、今なってますよね。でもその頃、もうちゃんとした報道してたかのようなスタンスを、いつの間にか取り始めちゃうっていうね。そうですね。もう正直言ってアホらしくなっちゃって、あの他の国にやっぱり最近よく行くんですけど、イギリスもそうですけど、はい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 、やっぱ他の国のジャーナリズムがこういう場合はどうするかというと、ある意味謙虚なんですよね。やっぱ間違えた時は、もちろんね、日本とひどいような、日本と同じようにひどい報道しているところもあるんですけど、さすがにこうなった時っていうのはみんな検証したりするんですけど、日本のメディア検証とか言ったって、まあ、どう考えても朝日新聞の例がいいように、はいはい、言い訳、言い訳を検証って言ってるんですよ。ひどいね。でもなんか、その、関わるのも嫌になってきて、だん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 。そうだな。でも、まあ、いろいろその、この間も国会法、大法院のデモがあったりしましたけど、ああいうような国民の動きっていうのは、まあまあ、あれは要するにメディアのそういういい加減なところに、を気づいてる人たちがあそこに集まってると見ていいよね。そうですね。あれはツイッターで呼びかけて、そしてあれは主催者の一人の、例えば、ミサオ・レッドウルフさんなんかは、はいはいはい、自報道協会でもう2回会見してるんですよ。先々月と先月と。で、その時、先々月の時はメディアが一切取り上げてなかったんですけど、ね、やっと取り上げるようになったと。NHK もひどいですね。だから、なんか国際の方ではちゃんとあのデモのこととか官邸デモのこととか、ああいうのを報じてるんだけど、国内のニュースでは数秒でしょ、そうですね、数十秒でしょ、まあ、それはエクスキューズに使うんですね。 NHK はいつものように
やっていましたと。でも NHK がそれじゃ僕はまずいと思うんですけどね、うん、まあでもそれ去年の3月から変わんないですからね。同じなんだね。去年の3月も、例えば私がずっとアメリカのメディアとか、うん、海外のメディア、アルジェジーラとか出てる時、うん、NHK 海外放送やりますよね、うん、あの、はい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 、CNN とかアルジェジーラとか、要するにその部分の日本の原発に不利なことをコメントしてる、例えば私のようなものが出てると、うん、そこカットなんですよ。NHK の人が教えてもらって。ちゃんとそこはもう、意図的にカットなんだ。で、さすがに NHK 久しぶりに出てんだなと思ったら、あの、国際放送の、まあ、先輩の人が教えてくれて、うん。NHK そこカットされてるよ。カットされてる。すごいなと。ここまでやるんだと思って。やるんだね。感染して思わずですね。そんだけ細かい作業できるんだね、だからね。やるの？やるんだね。そこに力を作るんだったら普通に流せばいい。普通に流したからずっと楽だと思うし。多分、今頃になると1年半経つともう私たちはやってましたということで、やってるんですけど、もうなんか、言った通りになってるんで、ほら、俺の言ってる通りだろうじゃっていう気味じゃなくて、もうどうにもなんないなと、この国のメディアは。そうだね。オワコン状態を通り越して、もう本当に。完全に、テレビなんかももう、オリンピック、もう全部閉めちゃってる状況で、ニュースなんかもね。もうどうにもなんないですね。なんだね。消費税もぶっ飛んでますし。本当そうですね。で、まあ原発再稼働も飛んだし、いやー、すごい国だなと。外から見てると、こんだけオリンピックで盛り上がってる国って、北朝鮮と日本ぐらいしかないんじゃないですか。本当そうかもしれないね。昨日、ヨウセンさんっていう中国人のジャーナリストと、はあはあ、あの、新しく作ったインターネットメディアに出ていただいて、ノーボーダーの USCW と話してたら、はい、メダルラッシュですメダルラッシュですって言ってるのは、あの、本当に、社会主義国ぐらいしかないと。そうなんだ。日本に帰ってくるとびっくりで、確かに、オリンピックやってるロンドンから帰ってきた時、みんなに聞かれたんですよ。どうでしたロンドン盛り上がってますかって。いや、盛り上がってないんだけど。あの、警備していったら盛り上がってますけど。そうだね。あの、別に、やっぱり民主主義国家っていろんな価値観があるから、全員が全員一緒になって、もう、あの、狂ったようにオリンピックってなんないんですよ。そうだ。で、中国のそのジャーナリスト、ヨウさんが言ってたのは、はいはい、メダルらしいですって言ってるけど、中国もう金10個。銅とか銀なんで数えてない。で、北朝鮮が3個。3個か。北朝鮮が上なんですよ。日本は今1個だからね。1個なんです。だから、都合の悪いところは比較しないんですよ。そうだな。だからやっぱりそういう、どうせやるんだったら他の国と比較して昔みたいに、ちゃんと表作って、今日本何個ぐらいだってやればいいんですけど、やると、実は日本、メダルラッシュでも何でもないってことはバレちゃうんで、そうね。そういうふうに報道をごまかす。そこら辺もやっぱりなんか意図的な情報を。送り続けてると。と、オリンピック、リポートをする前にわざとこういうふうに言っていただいて。はい、わかりました。上杉隆さんには引き続きお話を伺います。よろしくお願いします。はい、今朝のニュースのポイントです。首都圏反原発連合が主催する 7.29 脱原発国会大法医が29日午後行われ、参加者は東京電力本店や経済産業省周辺をデモ行進した後、火を灯したろうそくやプラカードを手にした参加者らが、国会議事堂を取り囲みました。これは俯瞰で撮った写真というのはすごい綺麗でしたけどね、これね。去年の秋からですね、首都圏反原発連合が主催します、抗議行動が、東京、それから横浜で行われまして、今年3月からは、ほぼ毎週金曜日の夕方ですね、総理官邸前とその付近一帯で呼びかけが行われています。この状況に関して、まあ、上杉隆さんのご意見を伺いたいんですけども、まあ、先日の日曜日のものも含めまして、この一連のまず抗議行動に関して、上杉さんはどういうふうにこうご覧になってるんでしょう。まあ、あの、うん、いいんじゃないかなというのが一つと、うん、いいんじゃないか、あと、うん、あの、やっぱり世界的な流れで、うん、例えばそれ最初に始まったのは中東でのデモですよね。あ、そうですね。あれ、基本的には SNS って、つまり Twitter とか Facebook をきっかけとして起こったデモなんです。で、それが、まあ、タイとかモルドバとかでも起こってますけど、うん、アメリカで起こった、Occupy Wall Street でも、あれも実は Twitter、まあ、特に Facebook ですけど、アメリカは。今回日本でもこれ最初に、その、起こり出したのは実はツイッターで呼びかけてるんですね、主催者。さっき、ちょっと話しましたけど、あの、ミサオ、レッドウルフさんとか、そういう、本当に個人個人が呼びかけて、それがどん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 広がっていって、この反、首都圏反原発連合も、実は今13の団体が緩やかに連携して集まって、誰がトップとかじゃないんですよ。あ、13の団体が一応今、たまたま。で、それもしかもやはり、これまでのデモと違うのは、60年代、70年代のデモと違うのは、明確にそのセクトがですね、入っていって自分のイデオロギーを打ち出してとか、いうのと違って。まあそういうのは感じないですもんね。主催者は例えばですね、登りを禁止してるんですね。
あ、そうなんですね。要するに、なんとか労働組合とか、なんとか連盟とか、連合とか、ああいうのはダメだと。政治運動はダメですと。で、ワンイッシューなんで、原発、特に、大井原発再稼働反対。再稼働反対っていうのがワンイッシューなんですね。だから、自由報道協会でも2回、先々月も含めて、主催者に会見してもらってますけど、聞くと、じゃあもうゴールはどこですかというと、もう口を揃えて、大井原発の再稼働、が止まったら解散しますと、うん。もう明確なんです。そう、そこの一点なんだね。で、やはりファミリーゾーンとかですね、もういろんな、その、やり方がもう違いますよね。子供が、来たりですね。そうね。だからこの番組でも、だからリスナーの人が本当に、初めて参加したと。もう全く自分の意思でね、誰に言われたでもなくと。いうのが、ただ見受けられるっていうね、ことだから。これがチュニジアとかリビアとかエジプトで始まった最初の頃のあのデモと全く一緒なんで、だから政府にはですね、まあ知り合いの大臣とかにも、あんまりこの動き舐めない方がいいよと、甘く見てると、本当に大変なことになるよと。で、それは、こういう動きがちょっとしたきっかけで、本当に大きな動きになるんで、やっぱりそれは、やっぱり政府も音とか言わずにですね、きちんと。そうだな、野田さん。見つめる。あれは、どこまで意識した言葉なのか何なのか分かんないけど、すぐ訂正してね、多くの声、様々な声が届いておりますと、一応なんか、丁重な言葉に変わったりなんかしましたけど、全然聞く耳は持ってない感じですね、野田さんはね。まあ、まっしぐらですね。官邸前でのデモっていうのは結構しょっちゅういろいろやってるんですよ。私も国会議員の人時代から、まあ、毎週見てますけど、ただ今回ちょっとレベルが違って、全然ね。こういう形でなってるのは、やはり、当時はですね、まだ4週間前でしたけど、野田さんもそこの、まあ、いつか終わるだろうっていう感覚だったと思うんですね。でも今はもう、そんなこと言ってられなくなって。ああいうね、もうそれこそ今までと違う形でのああいう抗議行動っていうのは起こってるんだけど、それを全く、報道しない、まあ、読売新聞とか産経新聞とかありますけど、あれもまたすごいですね、そこら辺の意思は固いですね。まあ、全体的にメディア自体が今更言い訳報道してますけど、もともとは3月のその 1周年の後もそうですが、はいはい、よく考えてみると、私がまだ出てる頃、ここのそこのところに、そうですね、あの時に、東京電力帰った頃に言ってましたよね、はい、毎週日曜日に東電前でも5000人ぐらい集まってますし、5月、6月には去年の6万人デモとかですね、そうありましたね、1万人デモって起こったんですよ、あの時にテレビ新聞報じてないんですよ、そうだね、で、やっと来たんで、例えばこの主催者のうちのレッドウルフさんなんかは、自報道局の会見で、まあ、こういう風になってるけどって、既存メディアのことに出してって言ったら、もう記者クラブっていう名指しして、は信じてませんから、このことに関してはきちんとやり続けるという風に言って、まあ、メディア不信が逆にこういうデモを大きくしたと。大きいと思うね。少しそれのメディアの人もきちんと考えた方がいいと思いますね。政治家全般にどうなんですか？もちろん参加してる人もいたりしますけど、田中康夫さんみたいに白い風船をね、もう渡すなんてことやってる人もいるけど、これ実際どういう風に捉えてる人多いんですか？参加はね、個人で全部参加してました。それも自由報道協会の会見で聞いたんですけど、党としてやってるところないんですね。共産も社民もやってなくて、個人で参加してて。で、そうすると超党派で自民党は河野、太郎さん出ますんで。なんかお子さん連れでなんか参加したりね。で、そういう意味では超党派の中で、でやってるということが強みになって、昨日ですね、与党の民主党の国会議員と国会で話し合いを持つというテーブルにつくことができたんですね。これもこれまでのデモと違いますよね。徹底的に権力側と戦うんじゃなくて、きちんと友好的に話し合いをするということができたということは大きな一歩だし、やっぱそういうようなアプローチの仕方があるんだというのが、非常に大きいですし。ね、あと、警備を担当するその警視庁でもですね、これまでと違ったこの抗議行動に戸惑ってるっていう話もあるんですけど、実際に戸惑ってるんですか？最初の頃はやっぱり戸惑ってるというか、例えば、解散をするって呼びかけて解散しろっていうんじゃなくて、主催者が皆さんも解散してくださいって言って、で、ゴミ集めて。チーム8時にはね。帰ってくるということで、むしろ友好的、デモという扱いはしなかったと。あとはやはり逆の意味で警戒してるのは、例えば、チュニジアのデモ、ベンアリ倒す、あのデモも、やっぱ一人の青年の死によってですね、暴発したんですね。要するに、犠牲者が出てしまうといけない。日本でもそうですよね。神間美智子さんの。ありましたね。象徴的なことが起こってしまうといけないんで、絶対そういうことが起こらないようにということで、その点は。かなり気を使って警備してる。あと、
さっきちょうど田中康夫さんの話出ましたけど、はい、田中康夫さんと含め政治家個人個人で出てるんですよ、うん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 、そういうの意思で。なるほど。でそれもやっぱりこれまでのデモと少し違うな。ちょっと違いますよね、あと与党議員が出てるということが全く違って、そうか、川内宏さんとか毎回出てますし、はいはい、あとは鳩山、幸男元総理も、ね、うん、もう出てるんですけど、あれ、うん、さっきもなんか手紙でありましたけど、あれまた叩くメディアっていうのなんか不思議な感じしましたけどね。もう不思議で、まあ自分たちの、あの、嘘がバレちゃうからそういうことやってるんでしょうけど、里山さんは田中さんに言われて出てました。ああ、そうなんだ。田中康夫さんが、まあ、里山さんにこういうのを声聞いた方がいいんじゃないかと、言ってみるべきじゃないかと言って、正直な人なんで、じゃあ行ってみようと。そうそうは田中さんの言葉からだ、ね、田中康夫さんに言われて、ね、それでひらっと行って、そのまま官邸に入っていたという。でも上杉さんはどうなんですか、この抗議活動が、この国を動かす原動力になるっていうふうにやっぱご覧になってるんですか。やっぱなったんじゃないですか。ね、なってるよね、これね。昨日菅総理、前総理と会ってますから、そのグループが。やはり、ここまで来たっていうのは、ね、やはりすごい、それなりのアップ、あとやっぱり、その主催者側がきちんと戦略立ってますよね。いわゆる既存メディアの報道に右往左往しないと、こういう、やはり、そういうことと同時に、決して暴力的にならずに、反権力とか政治思想を入れてこないと。そこらが見事に報道されないのに伝わってる感があるっていうのが素晴らしいところですね。そうですね。あとやっぱツイッターとかの威力っていうのは、やっぱりそうだな。ずっとこういうことを言ってたんですけど、に国を変えると、いうことは、やっぱりこれで参加した人は意識が変わってるんですね。これでも政治が変わらなくても十分国民の意識が変わったということが大きいなと。多分実際行ってみないとこれ本当わかんないと思うんでね。そうですね。同じ日曜日ですけど、山口県知事選挙の投開票ありまして、それほどその選挙活動をしていない飯田哲成さんがですね、18万票もの得票数があったということなんですが、既存の政党からするとその原発を争点にした場合の恐怖感みたいなものってのは感じてるんですか。そうですね。これまあ原発のワンイシューなんですけど、ここまで来るのはすごいと思いますね。ちょっと飯田さん戦略間違えたと思いますけど、あ、そうなんだ。やはりそうは言ってもきちんとその選挙体制を整える意味では、例えば高村つつむさんが出てしまったんですね。高村つつむさんは民主党議員で、辞めて出てますけど、はいはいはい、ずっと牛とかですね、豚の、被爆のやつをずっと入ってた。で、彼の票が5万票ちょっとなんで。それがプラスされれば、いい勝負だった。トントンだったんですね。そうすると、それを考えた場合、若干選挙戦略を失敗していると思いますけど、ただやはり、既存政党じゃないのは、集めるっていうのはね、脅威ですね。これでもし消費税とか絡んだ、要するにアジェンダセッティングができれば、国政だったら、おそらくこれは政党政治がひっくり返るような、ぐらいの結果になると思うんで、相当、特に保守王国山口で、こうなったということは、まあ、もう一回選挙戦略の練り直しっていうのは多分自民党も民主党もやらざるを得ないのかなと。まあ、外国ではジャスミン革命なんてネーミングありましたけど、ね、今回のこの金曜日の官邸前デモは、まあ、アジサイ革命なんて言葉も若干生まれてますけど、ね、そういうネーミングまではまだ行ってないのかしら。そうですね、アジサイ行動ですね。まだ革命まだ行ってないと。ただこれは日本の場合革命が長く、すぐに起こるわけじゃないんですよ。海外と違って、何日じゃなくて。なるほど。明治維新もそうですよね。何日っていうよりも、数年間やって気づいてみると、あれが維新、つまり革命だったんだと。そうだね。ええじゃないかっていうのは昔僕日本史で習ったけど、なんかそういうようなエネルギーは感じるんですけどね。そうですね。やっぱりその長い期間で、多分3、4年後したら、あの時革命期にいたんだなというのが、もしかして気づくかもしれないような動きになるかもしれませんね。今朝のコメンテーターは自由報道協会代表、メディアカンパニーノーボーダー代表の、上杉隆さんです。